関明夫さんの動画においてこれまで大きく3つのフェーズで物事が語られてきました。第1フェーズがアルファとハッパー。以前の動画ではこのアルファにはいくつかのファクターを含んでおり、その一つにアダムを暗示しているのではないかという考察をしていました。またハッパーとはイブのことであり、オメガを表していることから、このフェーズではアルファでありオメガであるキリストを暗に示していることになります。そして第1フェーズで強調されていたテーマが表と裏です。次の第2フェーズがゴールドコードと銀の盾、つまり金と銀でくくられた段階なんですけれども、ここではこれまで投げられていたクエスチョンに対するいくつかのアンサーと、鳥居が象徴しているように表の出来事の裏でゲートが開かれようとしているということが暗示されていたように感じます。それに気づくために必要なのがこの第2フェーズで強調されていた第7巻です。そして第3フェーズが1の音から始まる音シリーズ。ではこの段階では一体何を提示していたのでしょうか。個人的にはこのシリーズの最初のタイトル天の道と最新のタイトルセンテンスがこのシリーズを理解するための要素だと考えています。これは関さんが動画内で語っていた点を線にし、その線を面にする、そして成し得た面を立体にする、そのためには第7巻が必要となるといったことでも表されているように、天の道であり点を線にする重要性を提示しているものでした。さらにこのシリーズ内では大きく3つの内容が語られています。それは過去から続く D の石、現在進行形で続く新型567を中心とする世界の動向を示した記事、そして現在から未来へ向けたマイクロチップの埋め込みと UFO とのコンタクト。要するにこの音シリーズでは D の石を起点に過去に投げられた点が全て未来の世界で起こる人類とテクノロジーとの融合、あるいは仮想空間上で創造されるアマツの世界への共鳴という点へつながる線であることを示していると解釈できるんです。今回の動画ではそんな音シリーズで投げられていたいくつかの点を線でつないで考察していきます。キーワードは D の石と人類とテクノロジーの融合。こちらのサムネでも表示されている D の石、これはテンプル騎士団最後の総長ジャック・ド・モレーなどに刻まれた D を持つ人物たちに受け継がれている石とされています。また動画内で3人のテンプル騎士団の像を出していることからも、この D の石とテンプル騎士団の関係の深さが見て取れます。ちなみにこの3体のテンプル騎士団とはロシャイルド家の家紋を暗示しており、彼らがテンプル騎士団と関わりが深い一族ということがこの動画で暗示されているんです。またロシチャイルド家の暗示としてはこのシーンにおけるコーラやワインでも表されています。コカ・コーラとはロシチャイルド傘下の企業であり、このワインはナサニエル・ド・ロシチャイルドが作ったものです。さて話はそんなロシチャイルド家とも関わりが深いテンプル騎士団へと戻りますが、以前の動画でもお伝えしたようにテンプル騎士団はキリスト教にとって異教の信仰、自母神信仰であるグノーシス的な思想を持っていたことから弾圧され、1312年に解体させられてしまいます。実際テンプル騎士団の逮捕時には拠点から異教の神の像が発見されたと言われているんです。それがバホメット。そして解体された後テンプル騎士団の残党はスコットランドではフリーメイソンとして活動を続けていたこと、ポルトガルのテンプル騎士団がキリスト騎士団へと改名し大航海時代を牽引していたこと、またジャック・ド・モレーの遺体を掘り起こした時に出てきた頭蓋骨と2本の骨がクロスした状態で発見された際に、人は頭蓋骨と2本の骨さえあれば復活できるという意味を込めて作った旗を掲げて海賊になったことなどが解体後の彼らの動向であり、これらの組織は全て資金面でつながっていたのではないかということを以前の動画ではお伝えしていました。さらにテンプル騎士団が当時所持していた多額の資産はベネチアの黒い貴族サボイケが指揮していた聖ヨハネ騎士団へと渡ったということもお伝えしていましたが、この聖ヨハネ騎士団にもテンプル騎士団の残党が紛れ込んでいたという説もあります。要するにテンプル騎士団の D の石はフリーメイソンなどを通じ途絶えることなく受け継がれているということなんです。ではこの D の石とは一体何なのでしょうか。個人的にはこの D の石の意味には引用が表すように表と裏の意味があると考察しています。
その中でも D の石の表のルーツとして知られているのが古代イスラエルの王ダビデの D。 イスラエル王国とは紀元前11世紀から紀元前8世紀頃まで古代イスラエルに存在したユダヤ人の国家のことです。以前の動画でもお伝えしたように、イスラエル王国の王がダビデの頃から現在のレバノンに拠点を置いていたフェニキア人による湾岸都市ティルスとの交流があり、ダビデの息子でありイスラエル王国第3代の王ソロモンが王となった時代には、フェニキア人たちの協力の上にソロモン神殿が建てられました。この時に活躍したのがティルスから派遣された石工職人ヒラム・アビフ。彼はフリーメイソンの祖だと言われている人物です。要するに D の石のルーツの一つであるダビデが王として君臨していたイスラエル王国はフリーメイソンとの関わりが深い国だと言えるのです。実際にソロモン神殿に建てられていたボアズとヤキンの柱はフリーメイソンの重要なシンボルとして扱われています。ここでフリーメイソンのメンバーとしても知られるロシチャイルド家もロックフェラー家の人たちも D の石を受け継いでいると言われており、彼らはドイツ系ユダヤ人だとされていることや、イスラエル王国がユダヤ人の国家だということを鑑みると、 D の石の一つの意味にはユダヤ人が目指す計画のための石とも考察できます。それではユダヤ人が目指す計画の一つとは一体何なのでしょうか。それが第3のエルサレム神殿の建設。これについてはこちらの動画で詳しくお伝えしているんですけれども、この第3神殿の建設は後のイエス・キリストの再臨につながっていく重要な出来事です。聖書ではイエスの再臨後、古い天地は過ぎ去って新天新地が創造されると記載されています。そしてこの新天新地の中心は新エルサレムと呼ばれるんです。この新エルサレムとは長さも幅も高さも同じ1万2000スタディオンのキューブ型だと言われています。関明夫さんの都市伝説7では2048年にピーター・ティールやジェフ・ベゾス、そしてビル・ゲイツらが手掛けたキューブ型のサーバー船マザーシップが宇宙に飛び出すということが記されています。このマザーシップには地球人口のうち60億人がデータとして存在しており、データ化された人類は仮想空間に作られたもう一つの地球アマツの世界へと移行するというんです。このマザーシップがキューブ型としていることから、このマザーシップとは聖書にある新エルサレムと同一のものか、あるいはその先にあるアマツの世界こそが新エルサレムと同一なものなのかもしれません。いずれにしてもこの過去から続く D の石という点は未来に起こるアマツの世界との共鳴という点に線でつなぐことができるんです。そしてですね、この転換期ともいえる点、現在ではその未来へとつながる点の道が着々と作られていると解釈できるんです。その点とは人類とテクノロジーの融合。以前の動画ではこの新型567が皆既日食という陰と陽の関係がシフトし、後に起こる人類とテクノロジーの融合、すなわち精神テクノロジー文明へ向けた転換期ではないかという考察をしていました。現在このウイルスの影響により自宅で過ごす方も増えたかと思います。途中のプロセスについてはまた別の動画でお伝えする予定なので、ここでは詳細は省きますが、この出来事は関さんの動画内でも暗示されていた UBI、 つまりベーシックインカムの世界へとシフトしていくきっかけにもなり、その際に必要とされているテクノロジーが AI です。新型ウイルスの正式名称であるこれには19という数字があり、これは2019年に発見されたということが由来なんですけれども、この数字が示すアルファベット、つまり1番目と9番目のアルファベットの組み合わせが偶然にも AI となります。ゲートといえばその名が刻まれたビル・ゲイツ。関さんの動画内においても重要なファクターとして提示されている人物なんですけれども、彼はマザーシップの他にも人類とテクノロジーとの融合を促進する動きをしています。人類とテクノロジーの融合の一端として関さんの動画でも触れていたのは、マイクロチップを埋め込む組織としても知られるバイオニフ県。この組織についてはこちらの動画でもお伝えしていたんですけれども、実は
人類とテクノロジーの融合へ向かうものはこれだけではありません。その一つがスマートタトゥー。スマートタトゥーとは、肌に貼るだけで体の一部をスマホやタブレットのタッチパネルとして使用できるようになるものです。さらに、かざすだけで様々なデータを送受信できる通信機能 NFC も追加可能な機能も持っています。そしてこのスマートタトゥーは MIT の研究所とマイクロソフトリサーチが共同開発しているんですけれども、後者の機関はその名の通りビル・ゲイツが創設したマイクロソフトの関連機関です。さらに興味深いことに、マイクロソフトは ID2020 プロジェクトにも参加しています。このプロジェクトの目的は、マイクロチップをすべての人に埋め込み、国際的なデジタル認証システムを構築することにあります。このプロジェクトを進めるにあたって連携しているのは、国連やロックフェラー財団、GAVI など複数の機関や企業があります。GAVI とは、ワクチンと予防接種のための世界同盟のことであり、ここには WHO や世界銀行グループなどの国際連合の連携機関も参加している大規模な同盟です。そしてこのマイクロチップの埋め込みは、ワクチン接種とともに行われることになっているんです。ワクチンといえば、ビル&メリンダ・ゲイツ財団ともつながっていきます。ちなみに、先ほど触れた国際連合設立にあたって主要となったのは、ウィンストン・チャーチル、フランクリン・ルーズベルト、ヨシフ・スターリンであり、彼らはフリーメイソンのメンバーです。こういったことから考察していくと、この人類とテクノロジーの融合へ向けたプロジェクトは、ビル・ゲイツだけではなく、フリーメイソンも関わっていることがわかります。つまり、ここにも D の意思が関わってくるということなんです。もちろん、マイクロチップの埋め込みに対する賛否はあるとは思うんですけれども、これは後に来る地球の危機に備えるものだとも言われています。あくまでも善悪の二元論で物事を語るだけではなくて、中央的な視点もこれからの時代には必要であり、個人的には人類とテクノロジーの融合とは人類とテクノロジーの共存でもあるので、テクノロジーが善だ悪だとは決めずに、常に中央な視点を持つことが大切だと解釈しています。そしてこの人類とテクノロジーの融合の先に待っている未来には、アマツの世界との共鳴があり、ここでセキさんの動画内でも暗示されていた東洋のモナリザにつながっていきます。関明夫さんの都市伝説4によれば、彼女はアポロ15号が月の裏側で発見した女性のミイラだとされており、もし彼女のような宇宙人が存在するというのが性なのであれば、彼女らはまさにこのテクノロジーとの融合を体現し、肉体を置いていった精神テクノロジー文明に生きる生命体だとも解釈できます。つまりこの音シリーズでも強調されていた UFO とのコンタクトとは、すでに精神テクノロジー文明を体現する生命体が存在しており、地球に住む人類の未来もそこへ向かっていることを暗示しているとも解釈できないでしょうか。さて、ここまでは関明夫さんの音シリーズの動画が過去から続く D の意思が未来へ向けての人類とテクノロジーの融合という点につながる線を語っていたことを考察してきたんですけれども、関さんはもう一つ重大なキーワードを語っていました。それがキリストの子孫。ではキリストの子孫とは一体誰なのでしょうか。それについてはまた別の動画で。キーワードは二人の救世主とモナリザ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。